はい、酒好きな俺の飲酒動画、今回は、梅酒をですね、今年、まあ前回、梅酒以前撮ったんですが、それとは別にですね、もう一個、梅酒を4種類ちょっとつけようかなと思ってるという話をしましたが、まあ、それのね、それをちょっと作っていきたいなと仕込みます。作るのが、完熟梅酒を使ったですね、梅酒と、完熟梅酒と完熟梅シロップと、完熟蜂蜜梅酒と、完熟蜂蜜梅シロップ。この4つですね。をつけたいと思ってます。でですね。1キロ200円で、梅。若干ちょっと、ね。黄色がかった梅なんですけど。こちら、200円で買ってきました。うん。それで、まあ、こちらをですね。ちょっと傷んでるんですよね。こんな感じに。で、完熟っていうことなんで、完全にね、黄色にしたかったんですけど、ちょっと、このまま置いとくとね、1日ぐらい干したんですけど、どうにもこうにもなんか、どんどんなんか傷んでる気がするんで、もうちゃちゃっと作っちゃいます。うん。とりあえず、完熟梅、梅酒、完熟梅酒をまず作ります。梅 500g に、氷砂糖 500g、ホワイトリカー 900ml で作ります。そして、そうですね。うん。そういうことです。で、こちらに用意したのが 500g の梅と、瓶ですね。瓶がね、100円でね、以前、100均のセリアで100均で買った2リットルの瓶がですね、もう売ってなくなっちゃってですね。うん。それで、ちょっと、仕方なく500円の4リッター瓶を買ったんですけど、これ2リットルで十分なんですけどね。なぜかね、2リットル瓶の方がね、高いという、ね、状況だったんで、仕方なく4リッター瓶を買ったわけなんですけど。まあ、大は小を兼ねるということで。ね。まあ、いいかなと。ということで、まあ、本来は2リッター瓶で問題ないんですけど、4リットルの瓶を、ね、使いまして、作りたいと思います。で、氷砂糖ですね。はい。明治の氷砂糖。こちら、以前使った氷砂糖とは違いですね。ちょっと安いです。粒が細かいですね。ので、まあ、まあどうでもいいですけどね。こちらを 500g だから、やべ、測らないと、いけないので、測ります。これが1キロだから、500g の氷だと入れまーす。
まあ、梅と氷砂糖を交互に入れるのが一般的なんで、それに習って、交互もクソも、こんなに少ないともう、交互もクソもないんですよ。ほとんどの場合。ちょっと入れすぎた。はい、こんな感じです。500g 入れまして、で、ちょっと慣らして。で、ホワイトリカーを 900ml。ですね、1.8 だから900か 900ml のホワイトリカー35度をですね加えます。ホワイトリカーダイヤ、こちらをバーッと、もうちょっと、はい、900ml 入れたと。うん、まあちょうどひたひたになるぐらいですね。 OK で、とりあえずこれは完成です。完熟梅酒ですね。はい、完熟梅酒ということで、こちらは OK で、蓋を閉めて、よいしょ。よし。まあ、こんだけ強く締めれば OK かな。はい。出来上がりと。はい。そして続きまして、次は、完熟の蜂蜜梅酒、作りたいと思います。先ほど使った氷砂糖をただ単に蜂蜜に変えただけということで、うん。作り方はさっきと同じ。ですね。梅を 500g 使います。梅を 500g。よいしょ。すげえね、柔らかいんですよ、これ。でね、ところどころなんかカビが入ってるのがね、かな。完熟梅酒って言っても、ほら、売ってるのが、基本的に売れ残りなんですよね。完熟梅酒って。だからね、かなり傷んでるのが多い。だから、完熟梅酒って言って、もう最初からそれで販売されてるのっていうのはないんですよね。実は。八百屋さんというか、スーパーの人に聞いたところ、最初に青梅として入ってきて、あとはもう売れ残りのパターンで、こう、だんだん熟していく。のしかないと、言われまして。どうしようもないですね。それならもう仕方がない。という感じです。で、500g の梅を入れまして、で、あと蜂蜜と梅を
違う、蜂蜜とホワイトリカを加えれば出来上がりということ。蜂蜜は、純粋 100% 蜂蜜という、これね、蜂蜜にもね、なんかね、純粋じゃないものとね、純粋なものとあるらしい。ちょっと、まあ、そこら辺は、まあ一応純粋 100% って書いてあるやつを使います。はい。ものすごい。1.8kg ぐらいあるな。1.8 じゃねえ。これから 500g 使えばいいんだ。入れまーす。ドバー。うわ。ほほほほほ。入れすぎか。これもうちょい、よし、出来上がり。出来上がりじゃねえ。で、これでとりあえず蜂蜜は入れ終わったんで、次ホワイトリカーを 900ml 入れまーす。と、ドバーッと。よし。ふぅ、出来上がり。あと蓋閉めて、これも完成と。よいしょ。よいしょ。よく蓋閉めて、よっ。よし。完成。で、あ、しまった。やばい。あ、そうか。で、セリアで買った、この2リットルの瓶。まあ、前残ってたやつなんですけどね。前買ってまとめて買ったんですけど、ちょっと量が足りなかったんで、また買うことね。これ消毒しないと。消毒消毒。ちょっと消毒しまーす。消毒消毒。まあ消毒はあれかな、あー、いっか。ちょっと待ってくださいね。
はい、無水エタノールをちょっと水で加水したものを使います。まあ、しっかり消毒して、で、あとしっかり水気を割と取っといてですね、その方がいいでしょう。キッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取ります。まあでも水気はあんまり取らなくてもいいとは思うんですけどね。どうなのかわかんないです。そこまで俺も詳しくはない。まあ、大体でいいんじゃないかな。多分。うん。大体取ります。取ったら、はい。では次、梅シロップですね。はい。梅シロップ作りまーす。では、蜂蜜梅シロップ作ります。通常の梅シロップ。はいか、通常の梅シロップ作るか。完熟梅 500g に、氷砂糖 500g です。作り方は簡単です。材料はそれだけです。1対1。です。500g。梅500g と、はい、梅500g、まあいいか。じゃあまず梅500g を入れましょう。別に氷砂糖じゃなくてもいいんですよね。ただの砂糖で問題ないらしい。普通の上白糖で問題はないらしいんですが、てか氷砂糖余った、よく考えたら。まあいいか。砂糖がこぼれた。わーお。わーお。氷砂糖余っちゃったな。前のやつ残ってんだよな。よくよく考えたら。前の氷砂糖がですね、残ってるんですけど。使っちゃうか。前のね、氷砂糖がね、こんだけ残ってるんですけど、まあ 100g ちょい残ってるんで、この中入れちゃおうか。わお。
こぼれよる。結構こぼれます。この氷砂糖の最後の粉が気になる。よし。まあ、こんな感じで。わあ、キーボードさんが、キーボードがさらにまた汚れた。まあ、これで OK かな。入れて、まあ、よく蓋を閉めて、多分これほっとくだけでいいはず。多分。多分ね。うん。これで放置しとけば、OK です。で、最後に、蜂蜜梅シロップ。完熟蜂蜜梅シロップ。です。こちらを、作ります。わあ、梅柔らけえな。よいしょ。なんか 450g ぐらいしかないんだけど。あれ。まあ、梅、あれだからな。1キロって言って売ってるけど、約1キロだからな、あれな。実際1キロないんだよな。たまに。これ 450g だな。まあいいや。あとで書いとこう。で、蜂蜜 500g 入れまーす。おいしょ、おいしょ。これだけですね。1対1で、蜂蜜と梅を加えれば出来上がり。ああ、しばらくほっとこう。まあ、こんな感じです。はい。前回の梅酒作りに、そうですね、と一緒に、まあ、発表するか、それとも、まあ、ちょっと早いか。まあ、少なくとも、梅シロップに関しては、確か2週間ぐらいで出来上がるらしいんですけど、うん、らしいです。なんで、別に1年も置く必要はないんですが、うん、まあどうしようかな。とりあえず1ヶ月ぐらい放置しとくか。これ確かね、あんま置いとくとなんか梅シロップに関しては発酵するらしいですね。発酵して、お酒になっちゃうらしいので、1ヶ月ぐらいしたら取り出して1回熱してですね、菌を、殺さないといけない。殺菌しないといけないらしいので。まあそこら辺は、まあ俺が各自でやっときます。うん。まあ、やるかどうかは、うん、でもやんないと確か発酵するって言ってたから、どうしようかな。やっぱやった方がいいかな。
うん。うん。まあ、ということで。うん。それではご視聴ありがとうございました。また次回、いつか。